はいどうも、テシーです。行きましょう。まあここはレオンで倒すと、でローガですよね。問題はね、これこのファランクスをね助け出してあげないとという状態です。まあ一旦レオンでガガってちょっと削って、こっちパイクがいるのか。まあグレナディアなんとかしたいかなと。よし、まあまあまあ、オーケーオーケー。もう迷わずイメルダーでこっちっすね。もうこっちはもう手つけないで、こっちをもうガンガンに打っていくと。とりあえず助けてあげると。4号、あいつはもう落としちゃいましょう。オッケー、届くか。届かねえな、これギリ届かんと。じゃあまあヘインで行くしかないけど、ヘインも届かねえっすね。63届かないっすよ。19いけるかこれ。いやでも行ったところでっていう、まあここですよね。なるほど。まあ、でもファイアーボールで、とにかくファイアーボールだと。おい、ちょだからなんでマジックアードをやろうとしてんの。これでまあまあ全員入りますと。行きましょう。とにかく打って打ちまくると。だいぶ減りましたと。でどうしていくのがいいのかな。どっちにしろこの4はファランクスは30ですから、守備力エルフは全く通用しないですね。全く通用しないと。逆にこのね、こいつらはね取っといて、グレナディアが来れないようにしといた方がいいと思うんですよね。グレナディアはちなみに27足りないと。30、27、まあ弱くはないからな、言って。でもレオン、よし、じゃあまあテッシーが一肌脱ぐか。テッシーとローガでいっちゃいましょうか、このコンビで、ね、もうバンディット置き去りバンディット置き去りですよ。もうもはや、こういきましょう。まず側からよし、ローガちゃん行きましょう。ここ行きます。まあ行こう。全然余裕っすね、もうソードマンなんで。でこのバンディットじゃねえや、グレナディアよな。27で効かねえよな、そりゃ効かねえわっていう。まあ減らしたんで、言っても減らしたんで、まあなかなかいい感じにはいくんじゃないかなと。でくっつけて、こっちの方がいいか、くっつけてあげちゃえばバンジー OK。 この4はもう来ても怖くないので、この方がどこ、まあでもこれもさ、結局6でしょ。6来ないし、来ないから、これグレナディアさんですね。やっぱり問題グレナディアよ。28、あ、ちょっといけるか、ちょっといけるかもしんないですね。これでどうか。全然、ちょっとどころじゃねえな。全く入らんと。マジか。これ、28。
いや1ぐらい入ってもいいのよね。うわもう全部鎧に弾かれてるわ。全部鎧に弾かれてる。じゃあ仕方ないっすね。これで違う、ここだな。ちょっとだましだましで、まただましだましで固めていくしかないです。固めていきましょう。これこいついっちゃってるね。ローガーが分かんなかったからいっちゃってますね逆に。よし、ひとまずこれでどうでしゃろと。ドラグーン、まあぐ、下手に触んねえ方がいいんだよなここな。本当にでも倒しちゃった方がいいのかな、そこら辺がな。もうやってみた。いやでも減らねえな、減らねえな、さすがに。まあでも倒しちゃうか。よし、ゴーと。おお、何にも上がらない。何にも上がらない。あと、この4ちゃんね。バルガス、ここに移動すると、移動しても一応大丈夫。ただ、特に移動するメリットはあんまりないか。あんまりないね。ただこのファランクスがとりあえず、あーでもそうか、ここにいると次回復できるポイントか。深いっすね結構。よし、まあまあまあ、じゃあレオン行きましょう。レオン、レオン部隊がもうグレナディアはまあいけるでしょうと。いやー、つえー、つえー、これつえーは普通に。よし、こいきます。強い。おお、レオンも上がった。ナイス。で地味に攻めていくと。そうっすね、ちょっと気をつけないとバンディットに届いちゃうから、ちゃんと動かしてあげましょう。ここ行っていいんすかね。あんまりよろしくないね。あんま行くとダメですね。まあ適当にこっちもだましだましでだましだましで行きましょうかね。これ動画舞台か。あとは本当に本当に増援が怖い。増援が怖いからちょっと一旦これここに挟み込みますか。挟み込んでここに置いてあげると。ヘインに来たらちょっとわからんからな。これでどうですかねーと。なんとかお願いしますよ的な感じでいけるといいなという。まあ大丈夫か。だいぶ減ってるもんね数字として。攻撃力が下がってるのが大事。さて、あー、まあ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 来ないと。グレさんが、おっと、そっち行くんだ。もう回復。おー、ヒール使いよったぞ。一丁前にヒール使ってくる。あー、でもファランクスは攻撃してこないと。
グレさん、あーまあでも森ウォーしないっす。森にいるから、森にいるからこっちは。あーつらか。でも1回しか攻撃できない、残念です。これがね、これが怖いとこ本当に。デアラングリッサー、ラングリッサー1回で倒せないと辛いのよね。頑張ったけれどもね、確かに危なかったっすね。もう一体も落とさせん、一体も落とさせないのはなかなかいい感じです。まあ問題こっちをね、結構もう、これ3回目か。まあいいんすけどね、どんだけ長くなっても。本当に見てくれている、見てくださってるのが本当ありがたいと、それしか本当に言いようがない。長くなってももう前半、本当に前半の3個と後半の3個とかになりそう。ただこれでもういけるべ。もうここはもう突破しないとですよ、さすがに。ガーンと多分19でいけるんじゃないっていう。もうファランクス19で多分落とせると思うんですけどね。ここはね、まあ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 、でもいけますせと。おいっす、惜しいっすね。なかなか惜しいとこまでいってる。これで攻撃、おーし、ナイス。まあこっち行っちゃいますか。これでどうでしゃろ、おーし、ナイス、見事だ。うわー、褒められた、嬉しいね。よし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 、上がっていく上がっていく、ナイスナイスナイスと。でバルガスのやつがこった微妙、また微妙なとこ感じになっちゃったな。ただまあもうこれでだいぶ減らすと。これ3いけます？無理か、数字的にはいけんだよ。よーしゃ、いったオッケーオッケー。あ、イメさんいつの間にか一番後ろになってる。ちょっと待って、怖いなこれ。ちょっと待って、怖いっすね。逆にっていうか、ちょっと怖いわこれ。ちょっと奥行くわ、怖いんで。ファランクス部隊が、あ、まあこれはレオンでもう倒しちゃいましょう。ファランクスに気をつけて。よし、とりあえず攻撃。残ると。でこのファランクスちゃんたちは全部倒れることを前提にしていると。いやでもテッシーで仕掛けますか。もう単身で行くしかないですね。いやでもローガだろ、ローガがどんだけいけるか。ここまでか、あんまいけねえな。オッケーオッケー、まあまあまあ強いと。でローガ一回いたところに行きましょう。そんでグレナディアはダメージ与えられなかったんで、これ倒しちゃうな、もったいないですね。ハイロードもダメージいかないか。いや結構、ああ、まあ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 、1、なるほどね。やば、1いけるかいけないかぐらいなんだ。つらい、厳しいね。まあまあまあ、ファランクス倒しましょう。オッケーと。
で、このハイロードはテッシーが倒すと。間接攻撃できないとあれですから。おお、少々レベル上がったと。ナイスナイス。お、レベル9ですね。次いけますね、次。で、まあそしたらバルガスも動いていきましょうかね。これもうグレナディ大丈夫っすね。よし、ナイス、結構減らした。ナイスナイスナイスファイトで7か。こっち行きますか。で横から倒していく。よし、減らした。かなり減らしたと。もうなんだったら7のやつで倒しちゃうよと。よし。あ、まあいいっすわ、いいっすわ。倒しちゃった。まあいいや。まあいいっす、いいっす。で、さすがにこれはいけるでしょ、一体。いやー、いけないんかい。いけないんかと。OK。わかりましたと。なかなかどすな。ここ行っちゃいたいんだが、ここかな？ここですね。これで行くと。高いやつは倒しておくと。レオンさっきレベル上がりましたよね。まあさっき、いつもさっきって言ってるけど、前回で。だってさっきなんだもん。さっきなんだもん。よし。OK。だいぶ見えてきましたよ。だいぶ見えてきたよ、これ。OK。あとはまあバンディットで、でもまあ無理することはないかなと。まあ無理しないで、こやつらをちょっとこんな感じでやっといて。テッシーどこ行った？テッシーあんなとこいんのか。981か。981ね。ローガがまだ上がってないっすよね、レベルね。まあ、行ってみますか、これ。行ってみますかな。こいつじゃと。よし。で、あと3人。じゃあいけるだろう。あー、きついか。無理か。よしよし。まあ、減ったとしても。なるほど。指揮範囲外だよな、こいつな。なるほど。まあ1は倒せるだろう、さすがに。倒せないんですか。わかりました。じゃあ鉄シー部隊、いや、鉄シー部隊届かんな。届かんっすね。いや、もう倒しちゃう？倒しちゃいますか。な。OK。まあ、これで。よしよし、ローがレベル上がったと。よしよしと。
防御でテッシーに近づけると。いやーまあなんとかなりましたね。オッケーと。回復していると。はい、こいつは回復だと。よし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 。これはまあまた来ねえの。へえ、やっぱこれハサミ打ちかなんかですよね。怖いっすわ。全面戦争だけあって、やっぱりちゃんと進めていかないとやばかったですね。はい、うん、よかった。いやでも本当に楽しい。うん、ずーっとやってられるっていう、もうなんていうか、久しぶりに餌を与えられた鯉のような感じでずーっと食ってるっていう。でこっちも本当にやられなかったしね、よかったっすね。でファランクス部隊なので、レオン、ローガもな、もっと上げときたいっすね。なのでローガで頑張りましょう。レオンは正直結構いけそうな気がするっていう。であと7回使えるのか。じゃあまあでも下行っちゃいましょうか。バリスタがいると。でレオンが、多分レオンとファランクスですね。また頼みの壁になってくれるはずなんで。後ろが怖えな。レオン後ろに持っていくか。レオンだったらいつでもバックできるから、バックが得意だから。レオンな、これ誰、これローガ、ローガチームね。よし、だからまあこれで攻撃してあげましょうと。よし。でローガ、テッシーですね。ローガ部隊が、ローガ部隊ボロボロですね。ローガ部隊で倒してあげると。剣を、いや持ってなかった、持ってなかった、それは残念ですね。よし、これで、これでまあ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  OK ですよと。よし、我ながらナイスですね。ヘイも19あるから全然余裕で、こうして、よしよし、 OKOKOK。 防御、まあまあ一旦指令防御にしときましょう。ローガの部隊は動かしちゃうとまずいんで。よし OK。テッシー、まあテッシーはテッシーだけがいつでも単独で動けるようにと。よし、それで行こう。まだ来ないか。よしよしよし、集まりつつある、集まりつつある。いいじゃない。ある、やっぱり一定ライン超えたら危なさそうですね。まだ大丈夫だと。どうだろう。まあバリスタですね、バリスタでしょう。バリスタ2回連続で言ったけど、まあそれだよね。まあシェリー、そうね、周りから倒したい気持ちもあるけど、まあ難しいよねっていうのが正直なとこですよね。これ機動力がまあやっぱりいかんせんあるから。
おお、おっと、よく持ったじゃねえか、よく持ったじゃねえか。どうなんって。まあ、ファイアボールここでやっといてやるか。逆にイメルダが倒しちゃうか。あ、大丈夫でしたね。じゃあまあ、銃のやつで攻撃力はね、あるからね。よし、疲弊してるな。疲弊してる人たち、やからはもうできるだけ。よし、来れないと。よし、2のやつは回復でき、あ、できないか。こいつ来ちゃうか。来ちゃうね。だったらテッシーで防いであげれば OK か。いや、無理っすね。無理でしたわ。あ、でも2、無理ですね。ちょっと難しいぞと。ヘインがスリープとか、あ、全然届かねえわ。了解。あ、で、これあれか、ここでヒールだよ。そうだよ、狭い、狭すぎる。これでヒールだと。よし、でローが完璧。大丈夫？大丈夫じゃねえな。まあ、ファランクス来れないように、届かないようにしておけば大丈夫と。オッケー。ここに来た意味あったかな。こいつ。テッシー部隊はまあ全員回復してますと。正直これダメージ入らんでしょう。ちょっと入ったわ。まあでも基本入らないですよね。まあまあ、だろうね。よし、待機で。よし、いつも言ってるあれじゃないですけど、クロート好みの好きな展開と言っておきましょうか。あの、別に、あ、なんていうか、クロートじゃないからどうのこうのじゃなくて、これあれですよ、初めの一歩のね、宮田が言ってたセリフなんですよね。まあ、俺のボクサースタイルはクロート好みですから、ミハには受けが悪いかもねって絞り出して言ったんですよね。で、高村たちに言うじゃねえかこの野郎みたいな感じでちょっといじられるみたいな。ああいうわちゃわちゃが好きなんですよ。よし、オッケー。おい、一体もやられてないっすもんね、傭兵。なかなかいいんじゃないですか。最後のなんかね、戦況報告でピロリンみたいな感じでもらえると。ターン11で、こやつらですよ、こやつら。あと、まあ5回使えるかどうかか。まあ、ファイアボールでとりあえずぶちかまして、この種を消しときましょう。種を消しておくと。変な種を。ブリザードどうすか、届きます。あ、そこそこ。まあ、はい、ちょっとやってみますか。カチャカチャ。あー、まあ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 、ってとこっすね。でも全然いいじゃないですか。全然いける。オッケーオッケー。で、さらにヒールをやってあげると。そうすることによって
バンディットも前へ行けるようになりますね。前へ張れるようになって、本当か？本当かって言っちゃう。やっぱ強えんだよな、ちょっと。ちょっと強えんだよ。こいつは。あー、ここでサンダー使っときゃよかったのか。まあまあまあ、いいっすわ。届く？届かねえじゃねえか。あー、これ、うわー、もったいねえことしたな。まあいいや、アタック使ってやろう。だから最初から使えよっていう。アタック使って、減らねえか。ちょっとでも減らしといてあげればなかなかいいかなと。減らねえと。なかなか粘るね。でまあこのファランクスを倒しますと。よし、いったいった、ナイス。でハイロードだから、これはもうちょっと、キツキツですよね。いけるけ？ 10 は死なないと思うんですよね。よっしゃ、いった、ナイス！オッケー。おっと、予想はしていましたが、これほどまでとは。どうだ、見直した？惚れたジェシカ。私、一人になったって、最後まで戦い抜いてみせるわ。姫様。無理はいけませんぞ。勝負には冷静さも必要です。分かってるわよ。ああ、どうして戦いが起こってしまうのでしょう。どうして分かり合って生きていけないのかしら。というプチイベントがありましたと。よし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 。これほどまでとはって言ってくれましたよ。それ嬉しい。それ嬉しいね。ちょっとわからんから、わからん、怖いから、ちょっと防衛線張っとくと。ちょっとでも下に行っときましょう。わからんから、次のターンはちょっと一旦回復したいよね。あのヒールが使えないので、ちょい危険かなと。イメルダもあと4回しか使えないと。よし、これでまあまあまあ、なんとかなんとかと。だましだましですね。来ましたね。よし、オッケー。後ろから来てもレオンが、あら、まあまあまあ、なんとかしてくれると。あいつ離れちゃって。もう後がないようです。おっと、やっぱりテッシーは強いわね。でも負けられないわ。ちょっと嬉しい、嬉しい。そうです、帝国にアルハザードとラングリッサーが揃うことは絶対に避けねばなりません。フラグ、ラングリッサーの力は信頼のために使わねばなりません。争いは本意ではありませんが、ラングリッサーを争いを起こす道具として使わせるわけにはいきません。もう結構レオン使ってるけどね。最後まで望みは捨てずに全力を尽くしましょう。でもテッシー、あなたと戦わなければならないなんて。え、これから本気出すみたいな感じ？大丈夫、もう後のないわいわ。行くわよ、手加減はしないわ。え、おっと、突っ込んできよった。追いついてない。おい、あいつ一体なんで、あいつ一体だけ追いついてない。あ、ちょっとやべえな、これ。行くぞ。わあ、ちょっと怖いっすね。ちょっといいとこ疲れたな、これ。バルガスがヒール使えない。ここを通せば、テッシーたちは抵当についてしまう。何があっても、ここだけは通させません。でもやっぱりこのマップがそこそこ、ちょっと難易度というかあるのかな。でもそんなでもないよね。リアナ怒ってるわ。戦争を憎む気持ちは同じなのに、どうして私たちが戦い合わなければいけないの。
こんなことではいつまでたっても戦いがなくなるはずないのに。でも闇の力が世界を覆うかもしれないような危険を見過ごすわけにはいかないわ。ずっとずっとみんな喋ってる。もう帝国軍疲れて誰ももう喋らなくなってるよ。もうそれどころじゃねえと、こっちはもうやっと倒したんだからもうそれどころじゃねえと。いうとこで、これどうなんだろう。アーロンとか怖えな、なんかな、これな。ちょっとマジなんで。いや、敵さんも結構なんかセリフとか吐いててマジそうなんで、まずとりあえずまた引きから入りますと。結構長くなりそうですね、このシナリオ。まあ、もう結構長くなってるけれども。はい。では次回に続きます。最後まで見ていただきありがとうございます。テッシーでした。失礼します。